玄福景二26年9月10日は、江南国の王族、玄福とも、武王玄福広の次男として生まれる。母は、音声多飛調子姿。景二26年7月、重病に陥った武王は、玄福を、後継者に指名した。しかし、英明な玄福が即位することを恐れた献身の長、福蘭が、不都感の諸得、手の平への元久道らと結託して、 武王の異名を鉄造し、王位は十六男の玄福厚氏が継いだ。玄福は、霊室に軟禁され、同年十月に死去した。慶京三十九年に三男の玄福英が、柴根において、大元水、節国政として自立すると、暴府に、自、小蛋白広安恩和高王と、追巫子とした。玄福永が元朝を建てると、吉高五年六月九日に、 人形金庫、広安恩は、高安皇帝の死亡を追巫子とし、西山町によって荒らされた両母を再建し、両母を元政領とした。玄福を祀る、高校病が建てられた。民意の地2年に、孫の民意の地三角によって、教祖の病号を追贈され、高校病から教病に移された。玄福を祀る、教病、石杖教安定寺魂、高安皇后原子、 玉木与明義,義美寺紀元主元主官の姉。宗始飛び副常用軍王に追封された。玄副海東軍王に追封された。清祖義高帝玄副永玄副明安辺軍王に追封された。玄副通貨軍王に追封された。高史城公主玄福玉修、はじむ福に嫁いだ。福録公主玄福玉湯、武政に嫁いだ。秋吉公主玄師玉。 原言随に嫁いだ。不知事公主元福玉、総福神に嫁いだ。ありがとうございます。